はい、さてということでですね、アフターエフェクトの勉強、何が次に必要かなというところで、そろそろですね、画面周りとかツールとか、名称と使い方、何のためにあるのかっていうのをちょっと、押さえちゃいたいなと思います。窓にセミが来ました。頑張って生きていますね。はい、いつも通りジャン君は足に挟まれています。ツンツン、はい、ツンツン、ツンツン、ジャン君、はい、ジャン君かわいいね。あ、ペロペロしてます。ジャン君のペロペロはくしゅぐったいんだよ、ジャン君。はい、ジャン君はよく足舐めてくれるけどくしゅぐったいです。くしゅぐったいんだよ、ジャン君。この週いっぱいは雨が降り続きそうですね。そんなに長く？週末には晴れるかもしれないらしいけど、ただ台風も発生したよ。嫌です。買い物に行けないんじゃないですか。あれ？あら、あっちあっち間違えてるよ。よいしょ、こっちだったよ。はい。悪いとお買い物行きませんよって。四四号に乗れないと困るんでしゅけど。兄ちゃんくん。はい、いいね、ジャン君。気持ちいいね。ペロペロして。はい、カラリンカラリン。カラリンカラリン。お腹しちゃい、お腹。お腹ブラッシングして。お腹、お腹。ゴロンしてくださいな。ゴロンして、お腹、お腹。はいはい。なんやかわいい、なんかこなんやかわいいね、よしよし、はいはい、はい、いい感じだ、はい、よし、にゃんくんにゃんくん、よく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 、お手で伸びた。うん、ぐるる、ぐるる、うん、ね、ジャン君、かわいい、うん、気持ちいいね、ジャン君。毛がいっぱい舞ってる、そっちにいっぱい落ちたよ。足の方に、はい、あ、はい、お手て、はい、お手て、はい、お手て、やだ。はいはい、ごめんね。よいしょ。ちょっと広いやつね。いっぱいさ、毛が取れるんだよ、ジャンク、お腹はさ。はい、お腹なかなかしないからさ。毛がいっぱい取れるねんよ。うん。
ぽんちゃん。ジャングルジャングルポンちゃんポンちゃんも出たジャングルはお取り寄せしたのでちょっと興奮しております。暴れた後に取れるいつもこうなっちゃうね。でも急なんだもん暴れるの。ちょっとこけそうになりながら杉にあのてっぺんまで登ったりね、降りたりね、走ったのね。で、ちょっと落ち着きました。そしてポンちゃんはつられて出てきました。